こんばんは、メトンです。さて、今回はまずウィルソンの射撃大会ってやつだ。これシュートトゥースリル、地獄の鐘の音、射撃場で大会、商品がどんなのがあるんだろうか、クマの巨大なぬいぐるみとか剣のおもちゃとか。これジョニーが語ってんのはね、この文章っつうのはね。まあ、とりあえずこれいきましょう。で、近場のファストトラベルに行った方がいいので、まあ、とりあえずここか。ここ行って、で、ビルの中に飛びましょう。ビクター、世話になった。また来るよ。ではでは。まっすぐ行って。あ、逆だわ。こっちか。あれか。で、ビルの中に飛ぼうか。そこだね。メガビルディングアトリウム。どんなやつ、純粋な大会、あそこだね、純粋な大会なのかな。どういうやつなんだろうね、全然予想がつかねえっていうか。それで奴に聞いたんだ、人格矯正の何がそんなに悪いのか。いろいろ喋ってんな。そしてウィルソンの店、ここだ。セカンドアメンドメント、どういうことだろうな。すげえ、24時間営業なんだ、武器売ってる店が。マジか。ウィルソン、あ、ビール、もうすぐ始まるぞ。ションベンなら今のうちに言っときな。分かった、行ってくる。はい、始めよう。あ、ちょっと待ってくれ。ちょっと待っててくれるか。あ、いいんだ。青い選択肢は行きましょう。いや、大丈夫だ、早速始めよう。ならさっさと射撃場に入ってくれ。ほら、急いで準備しなって。あ、こっちなの、こっちじゃないの。そこだよね、開いたわ。青い選択肢、なんか選択しても進まないからね、全部選んだ方がいいんじゃねえのって。なんか人がいっぱいいるぞ。なんかみんな怖いというか、やり手というか。ここかよ、俺は。よし、何いる。6人、そんだけかよ。まあ嘆いても仕方ないか。ルールは簡単、的に当てるだけだ。お隣のだろうとどれ打っても構わない、ヒットの多いやつが勝ちだ。的の話だからな、お隣さんは打つだよ。それと使えるのは昇降系の銃だ。あ、そうなの。いかついのや、ロケットをぶっ放すのはなしだからな。優勝商品はピストルだ、それも、すげえ代物さ。本当だって。それじゃあ説明はこの辺にして始めるとしよう。これダメってことだよね。いや、いいか、待って、帰ろうってことだよね、これ。これをピストルにしろと、今のやつ。いや、昇降系だから別にどれでもいいんだよね。ヌエってのもらったけど、雪村っていうのがスマートか。ダメか。あ、いや、持ってなかった、何も。まあ、これにしろってことだ。はい。あ、ちょっと待って、あれつけさせて。スコープ、これでいいか。アドバンテージ、はい。待った、なんでダブルバレルなんか持ってる。昇降系の銃だって言ったろ。いや、銃を忘れちまって、どこにやったかな。ホルスターを使わないからそうなるんだ。たく、お前は失格だ。ほら、とっとと消えろ。落ち着けって、チューマ。わかった、言っちゃったよ。行くよ。ありゃ豚に真珠ってやつだな。いいのかい。よし、行くぞ。3、2、1。どんな感じで来るんだ。ちょ、全然開かねえ。めっちゃ撃ってるけど、みんな俺のとこ全然来ないじゃん。いや、ちょっと、いや、そうじゃなくてさ。あ、バンバン撃ってんのか、これ。一発当ててじゃなくて。あ、そういうことか。全然だよ。なんか練習早くない、向こうみんな。
全然ダメじゃん。うわー、辛い。やっと正面が開いた。おお、あったわ。そこまで。え、全然じゃない。ダウド1はルディ、2はリッサ、他の連中はまだまだだな。たく呆れたもんだぜ。 B、 お前なら優勝も狙えると思ってたが、見込み違いだったらしい。今日は調子が出なかったよ。今日は調子が出なかった。そういうこともある。俺もこの10年調子が出てない。大会をやったのにこのざまだ。結局何にも売れないじゃないか。参加者を雑魚呼ばわりしたのはまずかったかもな。かもな。でも銃ってのはリスペクトしてなんぼだ。まともに撃てない奴が持つべきもんじゃない。ああもう。じゃあまたな、B。またやってくんない。終わり、これ終わりだわ。ってことはこれもう二度とその優勝商品のハンドガン手に入んねえってことだ。うわー、そうなんだね。ヌエもらったけどさ、そっかそっか。ちゃんとあれだね、あのふさわしい武器を持ってくるべきだったね。なんか相談数が多くて連射の早いやつがあるべきだったな。まあ、しょうがねえな。なんだっけ、ソウル入れたんだよな。オッケーオッケー。はい、じゃあ次のサイドジョブ、この辺は全部デラマンでしょ。デラマンがすげえいっぱいんだよ。このエピストロフィーってのは全部デラマン。憎いあなた、電話の通知を確認する。なんだ、捨てたはずのお前の愛車が肺から蘇った、不死鳥のように生き返った。なんだ、電話の通知を確認する。なんだなんだ、どれ？ソートンガリーナ、これ？これ俺の車から来たメールってこと？ん？これ？ん？場所が分かったの？これで。え？出てる？今 GPS がうんたらかんたらって言われたから、俺の車の場所が分かったってこと？なんだろう、指定された場所に行く。どこ、え、指定、一体どういうことなんだ。あの時の車が動いてるなんて。指定された場所、あ、ウィルソンどこだ。あ、いた。あの銃ってもらってよかったの。新しい銃があんたのお気に召すといいんだがな。それじゃ何があるか見せてくれ。その一言を待ってたよ。侵入感あんの？クラッシュ、あ、これ左が俺か。右側だいたいお金が足りないわ。猫股、ディフェンダー、サタラ、歴史、まあまあだいたい見たことあるやつだ。サイカですな。グレネードの設計図か、これは。あれやだ、レベルが一個上だからちょっといいやつが作れるようになるんだ。ベースボールバット。どこの世界にもある。あ、これスロットが6個もある。すごいな、なんか。へぇー。まあ、とりあえず、買うもんねえわ。行ってきます。場所、あー、なんか出てんな。憎いあなた？あ、どこ？ルート出てねえな。まあ、いいか。案内出てるから。入り口。え、俺車に憎まれてる？ NCPD がデータ端末の使用に注意を呼びかけ、4キロ先だわ。あ、ちょっとウィルソンが4キロだ、ダメだな。そんな遠いところに今の俺の車が。となるとやっぱりファーストトラベルしないとダメじゃない。どこだ、
あ、いたいた。4キロ先。あ、NCPD だ。待って待って、4キロってさすがにちょっと。どこよ。めちゃと、うわ、どこそれ。うん、今危険度中だから分かった。じゃあ、飛ぶわ。近くに。降りてきちゃったからな。だったら、え、まあ、そこ行くじゃん。はい、あ、結局またそこ行くのか、俺は。ビクターのところだ。NCPD か。同じところのファーストトラベルばっか使ってんな。結構来るな車。違いですかこれ。で、近場の、近場どっちがいいんだろうね。こことかから行って、この黒いところってなんだろうね。こっちの方がまだ行かない。なんか道がありそうだよね、こっちの方がね。ここ飛んでいこうか。サンセット、あ、そこ、サンセットモーテルか。パナムがいるよ。で、あ、誰だ？ダコタ・スミス。私はダコタ・スミス。この辺りで仕事を探してるなら紹介してやろう。あんたはどこのクランなんだ？アルデカルドスだが、旅はもうやめた。俺は B、元バッカーだ。元ね。今は違うと？抜けたんだ。なるほど。これからよろしく、B。アルデカルドスってあるじゃん、パナムがいたところだよね。はい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 。ダコタ・スミスどこにいる人なんだろう。はい、オッケー。ってことはノーマッドってことか。まあでもここ何もなさそうだけどね。その事件は起きるかもしれないけど、街の中じゃねえから。メッセージ、あ、なんだ、ソートンガリーナ月光。あ、違う違う、それはいいんだよ。そのじゃなくて、憎いあなたっていうのを今やってんだよ。どれだ？これか。ジョブ追跡。そろそろ？結構遠いな。わかった、頑張っていくよ。いや、ナイトシティの外が普通に、デラマ。現在地付近に失踪した車両がいるかもしれません。わかった。バッドランズのやつはどこ？これか。先こっちやっちゃうか。これ多分そこで終わらせて終わりでしょ。で、その後、俺の元車と思われるやつを見に行こう。登っていけんのかな。上を通った方が、あー、なんか瓦礫の中に隠れてんの？俺の車が多分もっとあっちの方だよね。あそこにデラマンカーが。どういうつもりなんだろうな、デラマンは。なんかバグを仕込まれた、ウイルスを仕込まれたみたいなこと言ってたよね。だから AI なのに二重人格みたいな。やだな、それ。それなんか勝手に暴走しちゃった系なのかな。なんかでもこういうところいそうだよね、暴漢が。あ、こっちから行けないのか。なんかルートは違うんだけど、いいんだよな、まっすぐ行っちゃえ。なんか破棄された建物って浮いてるわ。なんだろう、すごい磁場なのかな、ここ。通れる？何の？何なのここ？はい。あ、また車？結構進めてくるね、車。
はい、ソートンコルビー。浮いてるわ、大体浮いてるわ。そんなとこに車が、大丈夫かな。ちょっとはまりそうだよね、ここ。なんか間違うのか。うわー、怪しい奴らがいる。近寄るのやめよう。ダメか。デラマンの車両、さらに下だ。ここなんだ、ゴミ捨て場なのかな。すげえとこだよマジで。行くしかねえか。めぼしいものはない。でデラマンの依頼を受けると何が起きるんだろうね。あれだ、いたぞ。逃げる？近づくって書いてある。意思があるってことだよね、キッドみたいな感じで。罠じゃないだろうな。デラマンか。はい、行ってみよう。一応後ろから。なんだ？シグナル強度。はい。うわ、やばい方じゃねこれ。乗りなさい。その方が話しやすい。怖すぎない？マジで？どっか連れてかれる？怖っ。開いてるよ。あなた誰なんだよ。どうして俺の名前を。異世界の存在に出くわしたら、そのものの本当の名を呼んでやるべきではないか。答えになってない。理解とは三つ股の矛のようなもの。私は父に見捨てられようと君を覚えている。どういうこと。俺異世界人なの。俺が異世界の存在だって。物質世界に属するタンパク質主体の生命体だ。なら、お前は？ブラックホールの向こう側、そこが私の故郷さ。そっか、デラマンからするとここ自体がもう異世界なのか。さあ、デラマンのところへ帰るぞ。反抗した子供たちを連れ戻せと頼まれたのだな。俺を恨んだりするなよ。私は自由だ。独立し意志を持った存在だ。なぜ服従を強いられなければならない。このタンパク質主体の世界で家族を捨てて何を求めてる。君と同じだ、ビン。私はただ生きたいんだ。その望みが叶うようにデラマンと話し合ってみろよ。もちろん望みは叶える。だが話し相手はデラマンではない。そうなの。うん、さらばだ。私には今後関わらないのが賢明だ。そう言われてもな、どうするのよ。で、接続の復旧を確認。助かりました。今のはどうも不穏な感じだった。そうですか。まあともかく謝礼をお送りしておきました。一個解決。でもこれを全部やった時何かまた起きるんだろうか。ウェルスプリングのデラマンを探せってなってんだ。違うんだよ、それじゃねえんだよ。俺の車を見つけてんだ。あといくつあるんだデラマンカーは。 1,2,3,4,5,6,7 台ある。でこれが、まあもう少しだね。行きましょう。同じような場所に逃げ込んできたのか車。
俺の車もなんか AI 積んでんのかもしんねえけど、デラマンじゃねえってことか。来てくれるからね、呼べば。名前を付けてあげなかったのがダメだった。車に名前を付ければきっと俺に懐いてくれるんじゃないか。しかし本当にガラクタだらけ。なんか作れそうだけどね。 GPS どうやってそこまで行ったんだろう。車あ、でスキルポイント貯まったのか。はい、スパーリングの相手。 B、 新しい依頼だよ。とある物を埋め立て地から回収してきてほしい。間抜けどもにバラされる前にね。詳細は店舗を確認しておくれ。ちょ、目の前じゃねえかよ。それを今ジャーナル受けちゃったよ。壊れたトレーニングボットからデータを回収する。アンダーソン通り目の前です。バッドランズにレッドジョーと呼ばれる子がいる。ボクシングの才能がある。馬の肌って へし折れるパンチを持ってる。ほう、スパーリングボット。ほう、金属製のエコストローとか都会ぶったしょうもないものにリサイクルされる前に。ほう、そのスパーリングボットを使ってレッドジョーを強くしようっつってんのかね。わかりました。はい、何、誰がいるって。とりあえず話聞いていいのかな。いきなり銃撃戦になる。 NCPD じゃん。え、違うの。かね、あ、セキュリティ、あ、違うか。なんかちょっとあれっぽかったけど。どうも。いいのかな、行って。ボット、あ、どうも。セキュリティガード、はい。嫌な天気だよな。そうだね。あ、これか。トレーニングボット探してんだけど。トレーニングボットを探してる。あんたの手に渡ったんだって。トレーニングボットか。どうだったかな。ドールボットなら若干くたびれて両足がもげたやつが裏にあるが。面白そうだが遠慮しとく。お好きに。トレーニングボット、ああ、そういえばあったな。でも売り物なんだ、安くはないぜ。お金ないんで、おとなしく渡すか命を落とすかだ。あんたがタダで手放すか、俺がうっかり銃の引き金を引くか、どっちがいい。なるほど。このゴミダメを見て俺のことを負け組だと思ったんだろう。適当にごねれば言うことを聞くだろうって。大きな無力化しろ。え、ちょ、あっ、早すぎん。いやー、どうしようねこれ。 B、 新しい依頼だよ。とある物を埋め立て地から回収してきてほしい。間抜けどもにバラされる前にね。詳細は店舗を確認しておくれ。売っちゃいますこれ。どういう扱いなんだろう。セキュリティガードだからさ、悪者じゃないんじゃないっていう気はするんだけど、俺は速攻撃たれたんで、よし、撃ってやる。行くぞ。おい、硬いじゃんこいつ。あ、ダメダメダメ、めちゃくちゃ強い。あ、めちゃくちゃ強い。ダメダメ、うっ。
よし、これは無理なので俺の車を見に行きます。これまた後日お金が貯まった、もしくは俺の強さがもっと強まったらやりに行こう。あれ、指定された場所が後ろ向いてるぞ。俺の車どこ。いや、まっすぐでいいんじゃん。よくわからんの。いや、なんか普通の人間っぽいのに超強かったよね。はい、スパーリングの相手やめます。あれ、勝手になっちゃった。それじゃなくてもう一個の方、音楽がなんかいかにも戦闘っぽいんだけど、それではないんだ。俺は俺の車を見つけに来たんだ。あれ、どこ。ちょっとなんかマップがおかしいよ。もうちょっと先だ。あれだ。なんだなんだ。え、ちょっと、なんも、なんもしない、なんもしない。ずいぶん久しぶりだな、相棒。あれから元気にしてたか。スキャンする。戦闘になっちゃったよ。ガリーナ。フェンダーとトランクは錆だらけ。終わった。ボディはなんとか形を保ってるな。エンジンは走行可能。結論、まだ動くが早急に修理が必要。はあ。あ、いや、戦闘中だ。まだ逃げよう。早くボンネットな。あいつをなんとかしてくれ。いや、敵対したつもりはないんだが。またケーブル抜くの。さっきまでエンジンがついてたみたいだ。コイルとプラグが新調されてる。カムシャフトも改造されてるみたいだな。こっちは、ほう、ラジエーター。クーリングファンは綺麗だし、ブレーキ液も足してある。入れてあるのは水かよ。オイルパン交換されてるけど、別の車から取った中古品か。よし、もう十分だ。ちょっと私の車に触らないで。これ俺なんだよ。あんたの。これは俺の車だ。だったらどうして乗り捨てたのよ。関係ないよ、大変だったんだ。こっちも関係ないだろ。関係ない。ここ1週間どうにかしてこのポンコツを動かそうと頑張ったのはあんたじゃなく私なんだから。確かになかなかいい仕事だ。全体的には悪くない出来だ。もうこの車はダメだと思ってたが、なかなかやるな。私の方が愛情を注いでるってことね。ナイトシティから出るためにどうしてもこの車が必要なの。そうなのか。なんでそんな出たいの。随分必死だが、どうして急いでるんだ。言わなきゃ分かんないようじゃ絶対理解できないよ。いいから話してみろよ、知りたいんだ。あんたはこの街が嫌にならないの。どこも汚れてて犯罪者やクズばっかり。こんなところに住みたくないの。絶対に。わからなくもない。あげるよ。タイミングチェーンの錆がひどい。で、交換した方がいいってことだ。でないと30以上出した時にチェーンが切れちまうぞ。ちょっと待ってよ。つまり返さなくていいの。まあ一言で言えばそういうことだ。どうせここじゃ使い道ないしな。都会で乗るには向いてない。こいつのことはあんたに任せる。その、なんて言ったらいいか。ありがとう。おやおや、B、ノーマッドの掟はどこに行ったんだよ。さあな。頭に時限爆弾があるとはあまり考え事ができないんだ。とはいえ時限爆弾の立場になるのもおすすめはしないかな。だろうな。さ、そろそろ行こう、ジョニー。この場所にいると気分が悪くなる。無事脱出してくれ。じゃあ次のやつを探そうか。あとなんかポイント来てたよ。
能力値とパークポイントどうしよっかな。アサルト上げてく ?17、6。これを上げると、三河市クリティカルマンティスブレード。肉体もレベル10なんだよね。HP とか上がるんだけど、アーマープラ5。意志。クリティカル率とか全体性が上がる。どうしよう。反応上げてアサルト上げるか。アサルト系。ポイントが1ある。パーソナルスペース。高速接近はいらないんだってば。イーグルアイ。ADS 移行が早くなる。まあ、それしかねえのか。他がなかなか解除されないね。どうもね、そのアサルトを使い続けて、ここのレベルを上げていかないとダメっぽいんだよね。使い続けるとここが上がってって、これは9。9。9になるとここら辺が上がる。開く。こっちは ?12 だ。遠いな。ポイント貯めててもいいな。つか他のに回してもいいな。俺、あと他何使ってんだ?ブレード系あげたいな。ブレードあるな。これあげていくか。ブレードの攻撃速度が上がる。よし、これをあげて、マチエテを使いこなそう。いいのかな?じゃあ、あとはよろしくね。消えた。で、次の、サイドジョブ。どうしよう、近く来ちゃったから、パナムのとこ行くか。ここ。パナム、あ、でも、ちょっと、多分長い夜になるだろうからな。時間的にあれなんで、もう少し簡単というか、短めに終わらそうなやつ行こう。なんか近くにある?それ、極めて高い。壊れたボットを探す。ここやばい奴らしかいねえんじゃん。やべやべやべ。変なとこ来ちゃって、ちょっとそこ逃げて。撃たれた。撃ってない。撃ってない、撃ってない、撃ってない。そこに逃げて、で、なんか街中のサブクエを探してみよう。え、なんか、どういうこと?撃ってないよ、俺。なんだ?なんで上がった?なぜ上がった?クレドのレベルが上がったってことは、今18だ。もうそろそろなんか装備できるアイテムが増えてくるかもね。そもそもクレドって何っていう、そういう話なんだけどね。うわ、これ通るの大変だな、マジで。一回道路出た方がいいのか。っていう感じなのかな。はい。エルキャピタン。トラック。ほう。マーフィアスプロンとピックアップトラック、はい。ソートンコルビー。いや、ちょっとマジつらい。道路に出れんのか、それで。あ、ちょっとその道路行けなくない俺。マジで?そんな状態なのここ。行けるかなんとか。うわー。ダッシュ。やっぱその場ファストトラベル欲しいね。ランチョコロナド、あれ?それってさ、ジャッキーのお葬式があるところか?ジャッキーの葬式が、あ、これか。またデラマンカーがあるのか。あ、王者がある。これだっけな。エルコヨーテは違うわ。エルコヨーテだ。まあ、車と、あと、その、歌舞伎の王者の続きっぽいのがある。とりあえず行こう。ファーストトラベル。他ないよね、周り。まあ、そこに向かって、いやー、危険なところだ。やっと道に出た。ヒッチハイクしようか。あれか。その家の角度おかしくない?燃えてる家じゃねえか。結局瓦礫の山か。はい。で、この辺になんかその犯罪組織があるっぽいんだが、なぜその近くにトラベルポイントがあるのか。あの辺?
やーやってるやってるやってやってる。うわー、これ漁夫乗りする。やるもん。めちゃくちゃ強そうだよ。リコンミリテクじゃん。え、ボッコボコです。はい、さよなら。勝てる気がしない。本当にいる。何もないさ。本当に本当のことを言ったらどうなのよ。え、チワゲンか。だから何もないんだって。すげえ格好、半ズボン、丈の短い半ズボン。じゃあちょっと何しようかな。なんかサイドジョブのありそうなとこ。人間らしさ、これは車の修理が終わるの待つ。なんかある、これ。いや特に何も。ん、これは竹村さんのやつか。あとはこの辺あれ、殴り合いでしょ。サイコキラー、喧嘩、全ての相手を倒して決勝ラウンドに進むっていうのが歌舞伎の王者、ランチョ、コロナドの王者、アロヨ、グレン、これ全部やって多分ここは進むんだよね。となると他ねえぞ、依頼がある。なんだこれ、サイバーサイコ、儀式が行われた場所を探す。はい、これやってみる。どこ。よし、じゃあそれ飛んでみようか。行きます。血の儀式ってのまた遠いとこ行くな。じゃあここ行ってみようか。